さあここで中西もボールを取り返そうというところ、トランジション非常に激しくなっている。ターンオーバー合戦ですが、トレイポーター片手ダンク、吠えた今日の注目15番トレイポーター。そしてリバウンド回収は井上、越谷のボールです。LJ ピーク、さあインサイド切り込んでいったぞ、バスケットカウントエンドワン。アウトサイド中西、さらにはつないでローテーション。さあフェイント見せてダンクショット、15番トレイポーター、今日2本目のダンク。さあここも二宮がしっかりとマークマンついています。さあ菊池もしっかりとついていく、ダブルチームでいったぞ、しっかりと沈めてきた。バスケットカウントエンドワン。さあにはこの後ボーナスワンショット、二宮、さらには翔平もついていった。そして目の前には高い壁、2人がそびえ立っていました。さあキャプテンがボールハンドラー、ピックを使った。さあここはジョーダン・キャロライン持っていけるか、バスケットカウントエンドワン、よく入った、あれが入るのか、ジョーダン・キャロライン、バスケットカウントエンドワン。ここから一気にペイントアタック、ダブルチームでいった、このなかなか難しい体勢だったんですけれども、さあこれで5分を切りました。この後はオフィシャルタイムアウトも控えている。北川がついていくぞ、ストレッチドリブルからキックを使った、ふわりとかしてアリュープ、トレイポーター、キャプテン堂原、さらにはトレイポーターの合わせ、最高の空気で90秒を迎えます。キャプテン堂原アリュープパス、これをしっかりと決めたトレイポーター。ボールを奪ったジョーダン・キャロライン、さあファストブレイクといけるか、キャプテンが自ら切り込んでいく、キックアウト、松崎健人のスリーポイントは落ちている、トレイポーター粘った、ストークスの注目トレイポーター。さあオーバータイム、ファーストバスケットはどちらが手にするのか。ファイトオーバーでついていった堂原、ノリアキスリーポイント、最高のスタートダッシュを切ったのは神戸ストークス。ピックを使った LJ ピークのスリー、トレイポーター回収、まだオーバータイムに入って得点がない、これはうまく入った、イージーバスケット、中西亮太ダメ押しとなるか。オーバーヘッドパスオープンの状態だ、シュートフェイク一つ外してペイントアタック決めていった、最後の最後までキャプテン集中力を切らさない。さあ9点差、ラストオフェンス、ジャスティン・ハーパーのスリーポイント決まりました、6点差。さあ残り5秒を切った、つないゆうすけ、ここで最後の時間が過ぎ去った。ワールド記念ホールに本拠地を変えて神戸ストークスホーム初勝利です。